はい、ご視聴ありがとうございます。イボスです。今日もね、マインクラフト初心者講座やっていきたいと思います。ということで、今回はね、鉄の作り方。鉄の延べ棒を作り方をね、紹介したいなと思います。鉄って結構ね、いい感じのアイテムで、鉄ができると結構ね、装備がいいとか、なんか、作れるものの幅がね、だいぶ広がる感じがしています。なので、技術の進歩を感じるんで、ぜひね、鉄はゲットしたい。っていうことで、早速なんですけど、鉄は、こういう洞窟ですかね。どこで取れるか洞窟なんですけど、洞窟の、こういう、なんかこの、肌色っていうかな、なんかちょっとよくわかんない。銅っぽいけどね、見た目は。で、こいつをね、ピッケルで潰すことによって、鉄鉱石っていうね、こういうね、この持って鉄鉱石っていうのが手に入るんですよね。これを集めて、鉄にしましょうという感じになります。なんで、これね、鉄鉱石が石のつるはし以上で、こうやってやると、鉄鉱石、こんな感じで手に入ります。ので、これをね、ひたすら集めてくるという感じの、非常にシンプルな感じになります。逆に木のつるはしだと、これ鉄鉱石出てこないんですよね。一応やってみますけど、こんな感じで、鉄鉱石は出てこない。なんで、石のつるはし以上で、採掘はしてみてください。と。こんな感じで、鉄鉱石出てきます。あとはしばらくね、ちょっとこんな感じで、ゲットしていきましょう。なくなったかな。こんなもんでいいかな。どれ6個あるかな。ちょっと一旦拠点戻りましょうか。戻ります。ということで、とりあえず拠点っていうか戻ってきましたと。で、このかまどでね、今度この鉄鉱石を焼きます。ってことで、かまどでね、燃料を入れて、棒とか石炭とかかな。で、この鉄鉱石を置くと。そうね、こんな感じで、なんていうか、焼くっていうのかな。精錬するっていうかな。これでね、鉄ができます。こんな感じで。これで鉄の延べ棒ができましたと。で、あとはこれちょっと待っとけば、その鉄鉱石の分が、鉄の延べ棒になってくれます。ってことで、鉄の作り方っていう意味ではこんな感じですかね。かまどは、丸石で作ってください。ってことで、こんな感じで、鉄は作れます。だいたい洞窟で、石のピッケル、石のつるはし以上のもので、この、なんだろう、これ、橙肌色みたいな岩を、潰して、焼けばいいと。そんな感じになります。ということで、とりあえずね、鉄の作り方っていう意味ではここまでですかね。結構鉄があればね、他にもピッケルとかね、いろんなものが、鉄の剣とかね、いろいろ新しく作れるものが増えるんで、ぜひね、鉄はゲットしてみてください。ということで、本日の動画はここまでです。もしよろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。